勝率憲法は宋道新開祖がですね、太平洋戦争中に中国で学ばれました少林武術をもとに昭和22年自己確立した享楽による人づくりの道ということでですね、香川県の多度津町、今本山がありますけれども、そこでですね創始されまして、今年で76年目を迎えております。勝率憲法は金剛山総本山勝林寺の修行法ということでですね、五心鍛錬、健康増進、精神修養の三徳を兼ね備えた武道でありますが、剣の技はそのスピードと華麗さから飛燕の剣と呼ばれております。今日はですね、最終日になりますので、昨日とはちょっとスケジュールを変更いたしましてですね、パワーアップしてご紹介いたしますけれども、勝率憲法の三法25形にわたるさまざまな技をですね皆様にご覧をいただきます。それではまず初めにですね、気合い入れをちょっとやっていただきますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。気合入れをしていただいたのは長崎大学勝率憲法部の部員さんです。それではですね、ただいまから演舞を始めますけれども、まずは基本演練ということで、月蹴りなどのですね基本演練を行います。それではお願いをいたします。